調子市は千葉県の北東部に位置する市、関東地方及び千葉県最東端。地域は利根川下流及び河口の南岸で、調子ジオパーク、海岸部は水京筑波国定公園に指定されている。醤油など、醸造関連遺産は近代化産業遺産、港町の歴史的町並みは日本遺産に認定されている。犬坊崎灯台、旧無敵車、旧倉庫は、 国の重要文化財に指定されている。犬坊崎からの日の出古くから港町として栄え、日本一の水揚げ量である特定第三種漁港の銚子漁港を有し、三つの卸売市場を抱え、全国の水産物流通拠点の役割を担う日本有数の水産都市である。また、殿川の河川洲運で栄えた醤油の五大名産地の一つ、最上醤油の銘柄を持つ、 山佐醤油が本社を置くことで知られる。江戸時代には、利根川水運が開発されたことにより、銚子の醤油醸造を中心に醸造業、水産業、流通業が盛んとなり、古くは東北地方と江戸を結ぶと根海運の重要な公益都市、産業都市として発展した。坂三33観音令二27番札所で、あるイ沼観音の門前町としても栄えた。 江戸時代後期の調子の人口は、江戸、水戸に次ぐ関東地方3番目で、関東屈指の都市であった。調子市が誕生したのは1933年で、県庁所在地の千葉市に次ぎ県内2番目の市政志向である。犬坊崎や屏部ヶ浦、君ヶ浜など、全国有数の継承地を持つ観光都市であり、犬坊崎は、日本一早い初日の出スポットとして知られており、 1>, 1月1日、未明から早朝にかけて、約5万人が訪れる。平成11年に完成した銚子マリーナは、収容席数千席の本格的マリーナで、奈良海浜公園や人工ビーチと合わせた、海洋性レクリエーション基地として会場からのアクセス拠点機能も果たしている。銚子半島の東海岸の黒瀬から長崎花に、かけての海岸では、1億3000万年前から1億年、 前の恐竜時代の地層を見ることができる。犬坊崎は1億2000万年前の地層であり、この時代の浅い海の海底の痕跡を数多く見ることができる学術的な貴重な地層となっている。このため、白亜紀旋回堆積物として国の天然記念物に指定されている。風光明媚な海岸は数々の文人牧閣を魅了し、江戸時代には作家、書家、画家、 詩人が、東国三者三景と合わせて、調子の磯めぐりに訪れ、多くの文学作品や絵画が、調子に残されている。海岸沿いは、文人牧閣の下避、死費が多く立っている。犬坊崎周辺の海岸沿いには、源泉が湧き出し、多くの観光ホテルが立ち並んで、犬坊崎温泉郷を形成している。温暖な海洋性気候であり、避暑地や、飛寒地に適した気候となっている。 気候を生かした農業も盛んで、露地野菜や果物が栽培されている。利根川河口と、城子市街地千葉県北東部に位置し、県庁所在地である千葉市から約6 5キロメートルの距離である。東京都の都心から90の1 0 0キロメートル圏内である。犬棒崎は、関東地方及び関東平野の最東端に位置し、市の東部と南部は太平洋に面する。 市の北部には、利根川が流れており、長子市で太平洋に注ぐ。古くは、太平洋に突き出た砂岩と安山岩でできた犬坊崎岩場があり、周りは海に囲まれていたが、利根川及びその支流の堆積物で陸地が形成され、さらに、それまで主に江戸川へ流れていた利根川が、江戸時代の当選事業により現在の流れに改められたことで、 長子半島の陸地化がさらに進み、現在の形の半島が形成された。この模様は長子ジオパークで見ることができる。利根川沿いの低地と北総大地からなり、表層は関東ローム層に覆われている。甲信アタゴ山は北総大地最高峰となっている。水田は大地山間の多日伝と利根川沿いに広がっており、二十歳帯は大地の平坦部に位置し、 比較的農業に適している。周囲が海に囲まれているため海洋性気候となっている。すなわち、湿度は高めであり、気温は年間平均気温が約摂氏15度で夏涼しく冬、暖かいと言われる。夏場は関東平野部の都市では珍しく日中でも摂氏30度を超えることは少なく、摂氏35度を超えることは滅多にない。熱帯夜になることもあまりなく、 関東屈指の避暑地といえる。一方、冬場は南九州並みに温暖で気温が氷点下になることはほとんどなく、雪が降ることは非常に珍しい。また、年間を通して比較的風が強く、風力発電所の風車が34機稼働している。沖合では洋上風力発電の計画が発表されている。調子口と呼ばれた地形元は、 調子口と呼ばれていた。蝶は小さな継ぎ口を持つ手記で、もともとは生薬を煎じるのに使われた土瓶や夜間の類。入り口が狭く、中に入るとより広い空間が広がる地形がよく、似ているため、この地名がついたとされる。調子という名が使われるようになったのは、江戸時代以降であり、それ以前は、言い沼あるいは、山前と呼ばれていた。調子が、 行政区革命として町名に使われたのは、1889年4月1日に、市政町村制が施行されてからである。平忠恒の子孫である千葉市の氏族である東氏及び、宇なが氏がこの地を領有するようになり、研究年間、千葉恒公が、宇なが一を名乗って、船木号に中島城を築城したと言われている。中島城周辺には、遠福寺及び、 川口神社がある。遠福寺は、人気5年に漁夫が、海中から引き上げた11面観音像を安置したのが、始まりと言われ、宇永がみ市の木へも厚く、飯沼の門前町が形成されたのが、現在の調子の都市的起源とされている。交通の要所、魚介類の水揚げ場、醤油の生産地として栄え、多くの船舶が入出港し、明治時代に入ると、 調子漁港はますます漁業の港として栄えることになる。明治初年頃の調子は千葉県で一番人口の多い都市であった。また、利根川を蒸気船が就航することになり、調子東京間を結ぶようになると、東京及び周辺地域から秘書や海水浴で大勢の人が訪れた。歌川広重が64周名小図へ下嘘調子の浜外浦。 調子漁港は日本随一の水揚げ量である漁港となっているが、かつては日本の三大海難所の一つに数えられたところであった。利根川の川口付近に千人塚が築かれており、調子近辺で起きた海難事故の犠牲者が祀られている。千人塚という名前の由来は、1616 16年10月25日、調子沖に吹いた突風によって、 1000人以上が亡くなったためとも祀られる犠牲者が増え続けた結果、いつしか1000人塚と呼ばれるようになったとも伝わる。昔の利根川川口付近は川幅が狭く、川底には大きな岩があり、水深が浅く、干潮時と満潮時の潮の流れは急で、一年中部が強く吹き葉が荒い場所であった。1910年3月12日には漁船80隻。 漁民千人以上が遭難した。当時の先導下で、阿波の鳴戸か長子の川口、イラゴ渡来が、恐ろしいや、などと、浮遊されていた。何度も遭難が繰り返される中、長子の町人や漁民らの間から加工を広げ、推進を深くし、安心安全な漁港を作ってほしいという要望が、上がり、長子醤油株式会社社長の浜口吉兵衛を、 千葉県水産株式会社取締役社長に抜擢し安全な港に集築できるように県や国に訴えてもらうことにする。以後、県や国が調査し川底の爆破をして水深を深くすることを試みるもののかえって流れが急になりやむなく中止。また、救助法を設置したもののいざ使用してみると船まで届かず全く意味をなさなかった。以後、 吉兵衛は悩み、漁民を危険な状況から救うため、また、国へこの実情を訴えるために、帝国議会議員になる決意をする。その後、帝国議会議員となった吉兵衛は、千葉県会議員であった、小野田秀才と共に、調子漁港改修に全力を注ぎ、調子港修築案がついに帝国議会を通過、国からの援助を得ることが決まった。 1925年12月に集築工事が始められ、1932年11月に竣工した。1937年に吉米の功績を称え、新生花岩公園に銅像が混流されたが、1943年の太平洋戦争中に金属類回収令で軍事教室された。その後、1955年に吉米の銅像は再建された。 1951年7月10日には全国で初めて特定第三種漁港に指定され、調子漁港は水産業の振興のためには特に重要な位置づけとなった。地元漁船はもとより、北は北海道から南は沖縄県に至る沖合漁船の一大根拠地として発展している。調子醸油所代社長、浜口吉兵衛江戸時代には、 江戸での醤油製造が伸びていき、不能や、名主層、大見商人、紀州の出身者などによって、関東各地で作り始められたが、次第に独自の濃口醤油へと発展し、江戸への出荷を伸ばしていく。醸造家は、関西からの下り醤油に対抗するため作り醤油仲間を結成し、江戸の富屋との交渉や、原料の塩の購入などを共同で行いながら、品質の向上を図る。 そして、文化、文政期に、江戸前の調理が発達すると、関東の好みは、濃い口醤油へと急速に傾き、関東の醤油が、江戸市場を抑えることになる。その製造の中心が、銚子と野田であり、利根川や江戸川に接し、物資の輸送に便利であったからである。山佐醤油、げ田醤油などは、日本を代表する醤油メーカーとしての礎を築き、 その後の調子の繁栄につながったとしている。A1891 年1月26日、B1891 年8月14日、C1933 年2月11日、D1937 年2月11日、E1954 年4月1日か1955年2月11日、G1956 年4月10日、 市政施行以前市政施行後、藤島武次筆、犬吠井三の東大長子警察所級、長子消防本部2021年6月1日現在2020年10月1日現在、西側は、利根川の堆積物の上の豊かな水田が多い。また、犬吠崎から屏部川浦に至る、海岸線は1959年に、水京筑波国定公園の一部として指定された。 景勝地で観光都市としても知られる。半島全体の主な産業は水産業と醤油生産である。調子沖は南から来る黒潮が北から来る親潮とぶつかることで混じり合い、東へ向きを変え、加えて利根川から豊富な有機物を含んだ真水が流入するという工業場となっている。江戸時代に紀州から来た漁師たちが外川漁港を整備し、 主にイワシを漁獲して、肥料の保守化に加工、販売し、巨富を築いたのが、始まりとも言われる。同じく、江戸時代には、醤油製造も始まり、原料の大豆ともろみに小麦を加えて、風味の良い醤油を生産して、評判を上げ、その後の大発展の礎になった、琥珀の産地でもある。江戸時代より、銚子は、北宋や東争における商業の中心として栄え、 長子駅から飯沼観のまでの利根川沿いは、長子市の中心市街地となっており、行政機関、金融機関、公共施設などが集約している。三崎町周辺など郊外には、逃走地域最大級のショッピングセンターである、イオンモール長子のほか専門店や量販店などの郊外型ロードサイド店舗が立地する。また、調子市内の人口1000人あたりの小売店数、 利用、美容院数はいずれも県内1位であり、飲食店数は県内3位となっている。農業キャベツ畑と風力発電所機構を活かした農業も盛んで、スイカ、イチゴなど路地野菜や果物が栽培されている。野菜指定産地の大林水産省による野菜生産出荷安定法及び本法に基づき、旭市が指定された野菜漁業、外川漁港調子漁港は、 漁港漁場整備法上の特定第三種漁港に指定された日本三大漁港の一つであり、三つの卸売市場を抱え全国の水産物、流通拠点となっている。年間水揚げ量では全国第一位。水京筑波国定公園の指定区域内にあり、周辺の海岸は砂浜、天然の岩礁と変化に富んだ風光明媚な地形を有している。 プライドフィッシュ調子市漁業、共同組合国漁業協同組合連合会が中心となり、漁業協同組合連合会、漁業協同組合が選定した、漁師が自信を持って推奨する、魚介類として、調子釣り金目、調子の乳梅いわしが、プライドフィッシュとして選定されている。漁港工業給料地帯の風力発電所、日本風力開発の関連会社により、市内には、 多数の風力発電が稼働している。その大半は、廟部川浦を中心とした高台に位置する。その他の風力発電所は、以下の通り。商業調子商工会議所千葉県内の太平洋添い地域の中では、茂原市、東金市に次ぐ、第三の商業都市であり、調子商圏を形成する単独商圏都市である。主な商業施設長子電気鉄道では、鉄道事業のほか 食品製造販売業、物品販売業を行っている。とりわけ食品では、たい焼きや調子名産の醤油を使った、濡れせんべい、揚げ餅、つくだになどを製造、販売している。本社、本店を置く企業関連企業金融機関調子市に、本店、支店を置く金融機関一覧。日本国外、クースベーシレガスピー調子郵便局。 宿泊施設観光地が豊富であり、犬坊崎温泉などの温泉地を有することから、宿泊施設が市内に点在している。以下、主な旅館、ホテル一覧。調子市,市立、病院二次医療圏としては、カトリ改装医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。千葉科学。 大学千葉県立調子高等学校千葉県立調子、商業高等学校大学高等学校中学校、小学校幼稚園特別支援学校調子駅、犬吠え駅関東の駅百0線中心となる駅、調子駅東日本旅客鉄道調子海行く、調子電気鉄道高速バス、千葉交通バス大阪、調子線は夜行、その他は中高。主要停留所のみ、記載路線バス、 調子大橋と根鴨もめ大橋市内の調子大橋前、交差点は国道124号、国道126号、国道356号が集まる3国道の起点となっている。有料道路一般国道主要地方道、一般県道自転車道橋梁千葉県成田市の成田国際空港が最寄りとなり約 40km の距離に位置する。東京都大田区の東京国際空港へは、 約9 5トルの距離に位置する。地方港湾トネガー水運により調子は、江戸と結びつき、関東屈指の港湾産業都市として発展し、東国三社巡りをした後の調子海岸の磯巡りが人気を博した。坂道33観音霊場27番札所、飯沼観音、海と川のせめぐ、川口の荒い黒瀬海鹿島の岩礁、白社青礁の君が、浜、 犬坊崎の土涛、外川浦の祈願、仙器が岩と犬岩、屏風が浦の断崖絶壁と変化に富んだ景観は、多くの文化人を魅了し、多くの文学作品が生まれている。また、銚子ポートタワーや、君が、浜潮再公園、地球の丸く見える丘展望館、長州マリーナといった観光施設も整備されており、海洋性リゾート都市を形成している。 国葬四都市江戸期構長市街側の街並み、猿田神社文豪の地風光明媚な海岸線はかつて、数々の文人、木閣が訪れる文豪の地として親しまれ、市内には家火、死費が多く立つ。以下、代表作一覧。犬坊崎東大海水浴場温泉博物館、宮内庁御用多市国、県指定及び国登録文化財一覧。バラエティ映画、 東映画オープニング映像、荒いそに、並テレビドラマテレビアニメ調子シリーズ、調子高等学校小説技局ポップスくんが、浜と犬坊崎ミュージックビデオ離島などを除く、北総4都市江戸気候、江戸を感じる北総の街並みとして2016年4月25日に認定。2020年12月23日認定。山岳や離島を除く平地、とっくりではない。 ありがとうございます。